本日は21歳の肩こりが気になるという男性に、整体を行っていきます。なんか痛いとか苦しいとかあったらおっしゃってくださいね。はい。でで痛いですか？結構弱い方がいいですか？もう強くしちゃっていいですよ。結構筋肉使うことしてますか？うん。仕事で重いものを持ち上げたりとか。じゃああんまり強く押せないですね。あ、そうだ。ここに顔を向けてもらっていいですか？そうですね。火加減いかがですか？ででに顔向けてもらっていいですか？はい。あげますよ。
鈍く痛い感じですか？そうですね。ちょっと真ん中のようになってもらってますか？辛いですかね、肩こり。そうですね。あ、やっぱり。
ごめん、ここ切っといてね。
はい、じゃあ反対側向けですね。
や。くすぐったいですか？今度座っていただいて、ちょっと後ろに手を入れますよ。楽にしてください。力抜いてくださいね。まだあった。まだあるよ。なるべく。もっとやりたい。じゃあ。じゃあ。じゃあ。とか、はい、頑張ります。久しぶりじゃん、使う使えるこれ楽にしてた、私から抜いて、すごい硬いですよね。今日悪いですね。
じゃあですね、この状態から、まあ、上げていって、上げにくい上げ方はどんな感じですかね。なんか上がりにくさありますよね。一番上げにくい上げ方って思いますか。特にないですか。これ痛いですよね。これです。はい。もし後方から上げていくのが辛い感じですかね。そう。肘も上げられますか。はい。やっぱ力入りますね。これ痛さが出るから力入る感じですかね。ではですね、こういうふうに私抵抗かけますけど、こういうふうに下ろしていってくださいね。はい。はい。じゃあお願いします。どうぞ。下ろしてください。はい、そうです、そうです。ずーっと下につくまで下ろしてください。頑張ってください。もっと、もうちょっとしっかりつくまで。はい、いいです。はい、肩上げていって、はい、下ろしてください。ぐーっと力入れて。まだまだ。はい、いいです。最後、はい、下げてください。もうちょっと、はい、いいです。じゃあこれでちょっと立ち上がってみてください。で、肩を動かしてみていただいてちょっと座った方がいいですかねあの首のこまで横にやったりとか、はい、感じとか、うん、どうでしょうか。これがいい、はい、こういう風に後ろに上げていくのがきつかったと思うんですけど、どうですか。あ、でもおいい感じ。進みますね。はい。じゃあ、そういうことで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。